にちは、ちょこっと美術部です。今日は水貼りをやっていきます。で、どうして水貼りをやるかっていうと、水彩絵の具とか水分を多く含む、水分をたくさん使って描く絵を描くときに、こう描いてるうちに画用紙の表面がボコボコと波打ってくることが多いと思います。で、それを防ぐためにやっていきます。では用意するものです。この下にある木製のパネルですね。パネルと絵を描く画用紙、そして水とハケ、でこういう水テープと言われるもの、これは内側にのりがついていて、水で濡らすと貼り付くようになってます。で、あとはタオルもあると便利です。では道具が用意できたら、実際に水貼りをやっていくんですけど、この水テープを前もって必要なサイズに切っておきます。この4辺をテープで留めていくので、それぞれのこう長さ に合った長さ、用紙のサイズよりちょっと長めに切っておくといいです。で、これは手でちぎることもできるんですけど、剥がすときにハサミで綺麗に切ってる方が剥がしやすいかなと私は思うので、ハサミで切ってますが、お好みで。そこはでは水テープそれぞれ長さを合わせて4つ切りました。で、ここからは手早くやっていくので、短い長いが分かるようにこう分けておいておく方がいいかなと思います。で、まずはハケを使ってこの画用紙を濡らしていきます。で、絵を描く面は表は濡らしません。なので裏返して裏に水分を含ませていきます。で、この時たっぷり水分をつけておいてください。まんべんなく水分を含ませたら、ちょっと用紙自体に水分が吸い込まれる感じを確認してもらって、こうやって裏返します。で、まっすぐになるように微調節をしながら真ん中ぐらいに置きます。ここが斜めになったりすると絵を描くときにすごく描きにくいので、できるだけまっすぐになるように。慣れないうちはこのパネル自体に鉛筆とかで印つけとくといいかもしれないですね。では裏返したら、中空気を少し抜くように優しくしてくださいね。優しく用紙の表面をタオルなどでこう撫でるように空気を抜いていきます。
でこれ強くやりすぎると紙の表面が傷んでそれも絵を描きにくくしてしまうので気をつけてください。では実際にここから急いでやっていきます。いうハケでここにテープを貼って水分をこうやってつけてここに貼ります。対角線上に貼っていくとやりやすいかなと私は思います。それぞれやりやすさがあるかもしれないですけど。は、テープの裏が軽く濡れるぐらいで大丈夫なので、びちょびちょになりすぎると手にテープが貼り付いてやりにくいかもしれないです。なのでハケの水分は少しこうやって落としておくとやりやすいと思います。少し濡れてるとこタオルで拭いたりして、はい、これで一旦貼り終わりました。なのでこのまま乾燥させます。季節によっては1時間ぐらいで用紙も小さいですし乾いたりするんですけど、理想としては半日とか1日置いておくといいかなと思います。水テープの濡らし方が分かりにくかったかなと思うので、テープのとこだけ別撮りです。これハケで塗っていくんですけど、水をこうやって少し水分を落としてください。すごいべちょべちょになっちゃうので、ある程度水分を落としたらこういう風につけて、あとはシュッと抜きます。そしたら程よく水分がついて貼りやすいです。あとはパネルに貼っていくんですけど、今パネルないので紙いらない紙になります。こういう感じで、では今回は水貼りの仕方でした。ぜひやってみてください。で、あと実際に、これが乾燥して絵を描いて、じゃあそこからこれを剥がすっていうところはまた次回の動画でお伝えしようと思います。ではご視聴ありがとうございました。